おかえりなさいませ、主様。私からのプレゼン、明日はこちらをご用意してお待ちしてますね。お？始まる一日をおみくじで占ってみませんか。良い運勢であるほどたくさんのプレゼントがもらえますよ。初吉。おみくじの結果はどうでしたか。新たに始まる一日があなたにとって良い日になりますように。また明日も遊びに来てくださいね。美咲だ。誕生日のお祝いありがとね。私ももう立派なレディの仲間入りって感じかしら。美咲っち、ほんとおめでとう。トリマン、飲み物はコーヒーでよさげ。お店で大人っぽい味でよろって頼んだら鬼に苦くされたけど。するのよね。っていうか大人っぽさって何？麦シュワが飲めるとかそういうの？よくわかんないよ。ちゃんよはわかる？そうね。その質問に答えがないって実感できた時が。二人が大人になった時だと思うわ。ミナに特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。いつか将軍と共に天下統一するです。それがはい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。プリンセスコネクトリダイブ始めていきましょう。お、星さんが2つ。うん、もう出てる。50個もらえるんだ。かぶると。
これ新規はないですね。でこちらもアイテム中心に、これで星さんが結構増えましたね。26になりましたからね。ストーリーでも読んでみる。なる
前に向こうから来るなんてタイミング悪すぎだべ。でも魔物にしては随分とのんびりしてんな。あんちゃん、あれは魔物じゃねえ、牛だべ。このしっかりとした体つき、綺麗な毛並み、これは人に育てられた牛だべ。主人公は記憶喪失です。それとも放牧の時にはぐれたんだべか。かわいそうに。あんちゃん、申し訳ねえけど報酬の話はなかったことにしてくれ。オラはこの子を放っとけね。飼い主を探すだよ。あんちゃん、あんちゃんはいつもそばにいてほしいときにいてくれるんだな。マジ？お前もよかったな。あんちゃんがいれば必ずご主人様のとこに帰れっからな。そっか、嬉しいか。よし、まずはこの子を連れてランドソルへ行くべさ。知り合いの行商人ならなんか知ってるかもしれねえし、人もたくさんいるからなんか情報が手に入るべ。すみません、誰かこの子のこと知らねえか。迷子の牛のご主人いねえべか。ダメだ、全然見つからねえべ。あんちゃん、そっちはどうだった。落ち込んでても仕方ねえ、場所を変えて探すべさ。それでも見つからねえときは一旦うちで預かっから。ん？そんな不安そうな顔するでね。必ずご主人様のもとに連れてってやっからな。そんなの決まってるべ。もしもオランとかの子が迷子になったら心配だからだべ。よく見てみ、穏やかで優しい顔してるべ。間違いなくご主人様に大切にされてた子だ。今頃この子のご主人様もつれえ思いをしてるに違えねえ。その気持ちオラにはよくわかるから、他の人にはさせたくねえべ。ヒルちゃん、今日は行商の日じゃないのにどうしたの。格好もいつもと違うし、それにその牛。あ、常連さん、実はそうだったの。分かったわ、主婦仲間にちょっと尋ねてみるわね。奥様たちのネットワーク侮れないわよ。僕もお友達に聞いてくるよ。おお、牛の嬢ちゃん、迷子の牛の飼い主探してるんだってな。知り合いの乳製品卸してる店に当たってみるよ。ギルドの掲示板は見たかい。牛探しの依頼が出てるかもしれないから確認してくるよ。みんなどうして。町の人たちはみんなマヒルちゃんが頑張ってるの知ってるからね。困った時はお互い様よ。あんたが来るのみんな楽しみにしてるんだからな。でもまあ、お笑いに関しちゃもう少し頑張った方がいいけどな。みんな本当にあんがとな。それじゃあみんなよろしく頼むべ。ああ、シュナイダー、ごめんよ、寂しい思いをさせて。本当に無事でよかった。うん、これが牛の。ありがとう。あなたたちには何とお礼を言ったらいいか。礼は町のみんなに言ってけろ。それよりもうこの子をはぐれさせちゃダメだべよ。はい、本当にありがとうございました。牛もご主人様もすごく嬉しそうだったべ。よかったな。
ど、一応オラの方が年上だべよ。まあ、アンちゃんに気を使われてる時点で年上の威厳はねえけどな。うん、ありがとう。オラは大丈夫だ。エリザベスは必ず帰ってくる。そう信じてるからな。エリザベス？それを見れますね。厳しいこと。あかり、どうなっちゃうんだろう。ん？あれ？この音はサックスですね。近くで誰かが演奏してるみたいですけど、そう、なんていうか、ダメ。あかりの口からじゃとても言えませんよ。時々意地悪ですよね。はい、わかりました。なんだ、あかり、自分の口からちゃんと言いますね。今聞こえたサックスの音、そのあんまり上手じゃないなって。うん、あかりも人のことを言えるほどサックスがうまくはないですけど、もしかしたらサックスを始めたばかりの人なのかも。だったら、あかりがサックスを教えてあげられるかもしれませんね。お、あかりもお兄ちゃんにサックスの練習をいっぱい付き合ってもらって上達してきましたから、簡単なことなら教えられると思うんです、うん、こういうお手伝いもエンジェルとしての務めですよね。エンジェルとしての務めか。教え方が悪いせいだよ。お姉さんたち、サックスの悩み事ですか？そうなの。最近始めたばかりで、経験者の彼に教えてもらってるけど、なかなか上達できなくて。俺も我流でやってきたから、教えるのは初めてなんだ。自分で演奏するのと人に教えるのはやっぱり違うみたいだ。うん。じゃあ、もしよかったら私に練習のお手伝いをさせてもらえませんか？困ってる人に元気を届けるのが私の、いえ、エンジェルとしての使命なんです。それに実は私もやってるんです。やってるんだ。あんまり上手じゃないんですけど、もしかしたら力になれるかもしれません。隣にいるお兄ちゃんは私のコーチなんです。いつも練習に付き合ってくれてるんですよ。そうなんだ。それじゃあ、ぜひとも頼むよ。君もいいかい？え、もちろん。よろしくね。はい、あ
カリたちに任せてください。それじゃあ今はどんな練習をしていたか教えてください。恥ずかしいんだけど、基礎の基礎、ドレミもうまく吹けないの。彼がお手本を見せてくれるんだけど指が追いつかなくて、息を吹くこともしなきゃって思うと頭が混乱しちゃうの。そうなんだ。なんだそれ。じゃあどんなこと？それはですね、お兄ちゃんと二人だけの秘密です。あ、そうだ、いい練習方法を思いついちゃいました。本当？上手くなれるなら何だってやるわ。ん？それじゃあお兄ちゃん、あかりに後ろから抱きついてください。え？それはどんな練習なんだい？まあまあ見ててください。お兄ちゃんの指をあかりの指に重ねてください。そっと優しくですよ。これからドレミを吹くので、あかりの指の動きをよーく覚えててくださいね。いきますよ。おお、すごい。指どうでした？どんな風に動かしてたかちゃんと覚えましたか？そうですよね。じゃあ何度か続けてみますね。お兄ちゃん、まだですか？本当だ。あ、ごめんなさい。お兄ちゃんの指が激しくて、あかり夢中になっちゃってました。指を動かすのが難しいってことなので、お姉さんはまずそれだけに集中しましょう。一つずつ丁寧に指の動きだけを覚えてみてください。そこでお兄さんはサックスを吹いて、お姉さんのお手伝いをしてください。初心者のお兄ちゃんもこの短時間で指の動かし方を覚えられましたから、きっとうまくいくはずですよ。そういうことか。さあ、お姉さんたちもあかりたちみたいにくっついてください。うん、わかったわ。じゃあくっつくわね。うん、いいよ。ダメですよ、ちゃんとくっついてください。サックスが上達できるようにもっとギューってしなくちゃ。わかったわ、ギュッ。その調子ですよ。それじゃあ練習しましょう。じゃないか。
一歩前進だ。ありがとう、あかりちゃん。あなたたちのおかげだわ。やりましたね、お兄ちゃん。エンジェルの初仕事、成功ですね。そういえば、お姉さんはどうしてサックスを始めようと思ったんですか？やっぱり好きなアーティストに憧れてとかですか？ああ、俺も聞いたことがなかったな。急に始めたいって言って、練習に付き合ってほしいと頼むばかりで。もう、鈍感ね。何なんだ？俺にはさっぱりだけど。だからあなたと仲良くなりたくて始めたの。なんだって？やだ、私ったらあなたに抱きついたままだったわ。ずっと勇気がなくて言えなかったけど、ドキドキして思わず。ナイスバイトですよ、お姉さん。それでお兄さんはどうなんですか？俺もずっと同じ気持ちだったよ。サックスの練習を頼まれた時は嬉しかったけど、君の気持ちが分からなくて言い出せなかったんだ。もし振られてしまったら、こうして練習を口実に君と過ごせなくなるし。成就させてくれて、まるで恋のエンジェルだよ。それじゃあ俺たちはこの辺で失礼するね。二人で練習の続きをしてくるよ。なんだかいい雰囲気ですね。本当にね、この後のトマトジュースとみやこちゃんのプリンも買ったし、うん、買い忘れなし。あとは個人的に買い物してこっと。ま、新作ゲームとかボードゲームも見たいかも。早速ゲーム屋に、うん、あれ？お肉屋さんはどこかしら。道具屋さんから左に行けばあるって言われたけど、して迷ってるのかな。お肉屋さんって看板も出てないし、店と店の間にあって分かりづらいんだよね。案内してあげないと。でも知らない人に話しかけるなんて私には。どうしましょう。このままじゃ晩ご飯に間に合わない。見て見ぬふりなんてできないよ。
丈夫。私だって少しずつだけど人と話せるようになってる。今の私ならきっと。私はここで。案内してくれてありがとうございました。どうした？
しい。ゲームなら好きだからわかるけど、もしこの子たちが気に入らなかったら。そんな無責任なこと言わないでよ。大体あんたは。まあな、エジル様、早く遊ぼうぜ。うん、すっごく楽しみ。ドキドキ。もう、どうとでもなれ。このカードゲームで遊びましょう。これ、私のおすすめで、カードの絵も綺麗だし、ルールも簡単だから人数が多くてもできるの。やっぱりダメだった。私のおすすめなんて。すっげえ、このカード超かっこいい。え、面白そう。ねえねえ、エンジェル様、ルール教えて。私早くやってみたい。まずは5枚カードを引いて、最初の人が出したカードと同じ柄のカードを出していくの。この絵札は？それは相手を邪魔するカードで。あれ？私話せてる？よし、まずは俺だ。このむちゃくちゃかっこいい戦士が書かれたカード、数字は5だぜ。そして兄ちゃんのカードは6のワニドラゴンだから。じゃあ私はこの黒い精霊さんのカード、数字は7。10の神のカード。それは勝てねえ。じゃあ私は神を唯一倒せるカード、神殺しの剣で反撃。やられちゃった。さすがエンジェル様。でもこれで私は切り札を使わされちゃった、だから勝負はこれからだよ。俺だって負けねえぞ。そっか、あれこれ悩んだり隠そうとしたりするんじゃなくて、ありのままの自分でいればいいんだ。さて、日も暮れてきたし、これぐらいにしよっか。ああ、面白かった。まあ、負けちゃったけど。カードゲームって面白いんだね。今度、ママサレンにお願いしてみようかな。またやりたい。楽しんでくれてよかった。でも、さすがエンジェル様だな。面白いゲームを知ってるなんて。うん、相談してよかったね。そうかな。じゃあ俺たち部屋に戻るよ。勉強もしないとママサレンがうるさいからさ。エンジェル様、また一緒に遊んでね。またね。今度はもっと面白いゲームを持ってきてあげるね。面白かったか。うん。それになんだかちょっとだけどうやればみんなと仲良くなれるのかみたいのが分かったかも。だからそのここに連れてきてもらって、ありがとう。私の人見知りはまだ治ったわけじゃないんだから、これからも特訓に付き合ってよね。まだまだですね。ランクもどんどん上げていきます。
でかい。あのクソボスババア、人を何だと思ってるですか。お菓子くらいゆっくり食べさせるです。器に小さいボスめ。誤解です。私はボスの悪口なんて。お兄さんじゃないですか。驚いて損したですよ。実はですね、ついさっきまでボスのお説教を食らってたです。ほんのちょっとサボっただけなのに、ネチ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 、ほんとやってられないですよ。それもこれもみんなカジノ王のせいです。まったく、いなくなっても迷惑なやつですね。まあほんのちょっと手こずりましたね。でも私たちの手にかかればお茶の子さいさいですよ。とにかく私たち怪盗団の活躍でカジノ王が捕まったわけですけど、その影響が裏世界に出てきてやがるです。文字通り王の不在ってやつですからね。そりゃ荒れるですよ。カジノ王から小遣いもらってた連中が仲間割れしたり、これまで不満持ってた組織がお礼参りに行ったり、そんな感じでどこもかしこも小競り合いしてるです。よくない。で、うちのファミリーに依頼が舞い込むわけですよ。表向きは無関係の第三者ですからね。間を取り持ってもらうにはちょうどいいってことで、おかげでやることが増えて仕事もてんこ盛り。カヤピーなんかは喧嘩両成敗できて楽しそうにしてるですけど、私はたまったもんじゃないですよ。来る日も来る日もお使いお使い、それでちょっとサボったらお説教におやつ抜きですよ。おまけにどこでサボってたのかも分かってて、ブルブルブル、思い出したら寒気がしてきたですよ。ボスの情報網は尋常じゃないです。妖怪地獄耳ババアですよ。今だってどこから盗み聞きされてるか。盗み聞き、盗み聞き、盗み、盗む、これだ。お兄さん、これですよ。目には目を、歯には歯を、盗み聞きには盗み聞きです。だったら私も盗めばいいんですよ。ボスが他人に知られたくない情報を。ボスがいっつも偉そうなのは人の弱みを握ってるからです。弱み、つまり他人には知られたくない情報ですよ。それを握り返せば私の勝ちは確定です。これぞ下克上。お兄さん、何をビビってるですか。私たちにはとっておきがあるじゃないですか。警備厳重なカジノの金庫、そこまで忍び込むのを可能にしたとっておきのとっておきがです。ささささささ、かのファントムキャッツすら出し抜いた伝説の、多分伝説になった怪盗団の一人、大怪盗祈り様、華麗に復活です。お兄さんもいい感じで。別にお兄さんまで着替えなくてもよかったですよ。まあどうしてもって言うなら止めないですけど、でもついてくる以上お散歩気分は捨てるですよ。ここから先は大怪盗の時間ですからね。と言っても盗むのは金銀財宝じゃないです。今度の狙いはズバリ他人の情報ですよ。いいですか、情報だって立派なお宝なんです。そして今の私たちなら盗み見も盗み聞きもやりたい放題、気配がなくなっちゃってるわけですからね。そうか、それはどうかな。仕事を知られたボスがどんな間抜け面をするか、今から楽しみですよ。で、お兄さん、どこに行こうとしてるですか。まさかいきなりボスのところに行こうとしてるです。ちょっと待つです。
ものですし。そうなんだ。わかるですよね。ね。とにかく念には念を入れておかないとバカを見るです。だからまずは特訓ですよ。そこら辺にいる連中のおしゃべりを盗み聞きして情報収集のスキルをアップするですよ。おまけに情報も集められて一石二鳥。実にナイスアイディア。ふう、今更ですね。金庫も立ち話も同じですよ。要はバレなきゃいいんです。なーに、悪いようにはしないですよ。ちょうどいいカモは、おっと、向こうに立ち話してる人たちがいますね。早速行ってみるですよ。そろーりそろーり。ああ、そうそう、八百屋さんのセールだけどね、今週はないんだって。なんでも入荷が遅れてるらしいのよ。あら、そうなんですか。教えてもらって助かりました。さすが情報通、耳が早いですね。そんなことないわよ。そうそう、もう一つ思い出したわ。いつものお菓子屋さんだけどね、新商品が出るらしいのよ。え、新商品？どこのお店ですか？どこの？ってやーね、いつものお店よ。あら、あらあら、あなたたちいつの間に。びっくりしちゃった。あ、しまった、ついうっかり。失礼しましたです。気を取り直して次に行くです。今度は屋台にいる人たちの話を盗み聞きするですよ。ご飯を食べるときは内緒話もするって相場が決まってるです。そういえば聞いたぜ、このところ羽振りがいいそうじゃねえか。うまい話があるなら俺も一枚かませてくれよ。はあ、慣れちまったか。ま、飯を食い終わったら話すよ。ラーメンが伸びちま、胡椒胡椒っと。おいおい、そんなに振りかけたらくしゃみが。アクション。むずむず。ハッキュン、ハッキュン、ハッキュン。いや、わりわり。あ、君たちいつの間に。我慢できなくて、つい失礼しも。ああ、もうなんでこううまくいかないですか。カジノ王の時はもっとスイスイいけたはずですよ。うん、花なんか持って
ましたよ。ギャングが花とんだメルヘン野郎ですよ。これは面白い情報が手に入ったですね。あの様子だともっといいものが見られそうな予感がするです。追いかけるですよ、お兄さん。まだ大丈夫か。よし、今のうちに落ち着いておかねえと。あいつさっきから何してるですか。ずっと木の陰に隠れて。まあ隠れてるのは私たちも同じですけど。何やってんだろう、怪しい。ギャングの大幹部としては成功でしたけど、情報収
習の特訓としては失敗も失敗、大失敗です。まあ落ち込んでてもしょうがないですね。今日は今日、明日は明日、明日になったら別の風が吹くです。ボスね、今に見てるですよ。絶対に弱みを握って下克上してやるです。最後ですね。ランクアップ。南の島、楽しかったな。私、行っちゃったよね。岸君に、大好きって。あの暑くて眩しい島だから、言えたのかな。でも、後悔なんかしてない。だってあれは、私の…本当の…バイトのお手伝いは？そっか、もちろんって言いたいけど、今日は日和ちゃんもレイちゃんもお留守なの。私一人でもお手伝いできるかな？本当？女の子と二人で来てって言われたの？よろしくね。あ、これ名刺。イベント会社やってます。俺が社長で、こっちが専務兼妻。どうも。で、早速だけど、お二人さんに手伝ってもらいたいイベントっていうのが、カップルのためのビーチフェスですか？そう、見える？あそこにずらっと並んだ夏のアクティビティ。あれね、アクティビティ全部カップル専用なの。すごいでしょ。これは流行るよ。あの入道雲のごとく客が押し寄せる。間違いないね。あの入道雲みたいに借金も膨らんでるんだけどね。いいんだよ、そういう話は。で、だ、二人にはこのフェスの体験モニターをお願いしたくてね。体験モニター？うん、実はあそこにあるもろもろのアクティビティは安全性と実効性の確認がまだ済んでなくてさ、二人に事前検証をお願いしたいんだよね。そうなんだ。つまりカップルアクティビティを二人で試しにプレイする、そういうお仕事ってことですか？そう、その通り。なるほど。私と岸君でカップル向けの、うん、二人は付き合ってるのかしら？いいだろう、そんな細かいことは。大事でしょ。また検証を適当に済ませたツケを本番で盛大に支払う借金雪だるま式イベントにしたいわけ？いや、そういうわけじゃ。あなたのハッタリに付き合わされるのはもうごめんなのよ。悪いけど聞かせてくれる？付き合ってるかどうかだけ。プライベートな質問で申し訳ないけど。
ね。カップル抜けフェスの体験モニターだし当然だと思います。ごめんなさい、私と岸君は恋人同士ではないです。あ、付き合ってないのね。なんだか意外。はい、不採用ですよね。ううん、付き合ってないならいいんじゃないかしら。どういうこと？採用。口出して悪かったわね。採用？いいんですか？恋人同士じゃなくて。うん、いいのよ、恋人同士じゃない方が。検証っていろんなシチュエーションを想定してこっちの指示通りにあれこれ動いてもらわないといけないでしょ。本当のカップルなんか雇ってみなさいよ。やれ途中で盛り上がっちゃっただの喧嘩しただの。恋人同士のコンディションなんてもんはオーラルの山頂の天気より不安定なんだから、こっちの思惑通りの検証なんてできないもの。恋人同士のふり、演技のがいいのよ。むしろ何とも思ってない者同士の方が淡々とこっちの指示通りに動いてくれるでしょ。なるほど。そうだよ、そういうこった。さすが勤続15年のベテラン専務、頼りになるね。勘違いしないで、これ以上借金増やされたくないだけだから。言っとくけど、この企画勝手に進めてるけど私は同意してないからね。あれ、そうだっけ。いいんだよ、細かいことは。もうここまで来ちゃったもんはやるしかないよ。ねえ、ゆいちゃん。はあ。大丈夫かな、この会社さん。それにそもそもできるのかな、私に演技なんて。確かに私と岸君は付き合ってないけど、でも私は岸君のこと淡々と恋人同士の演技なんて。で、どう、二人は体験モニター引き受けてくれる？岸君、そっか、そうだよね。元はといえば岸君が頼まれたバイトだもん。どんなお仕事だとしても全力で頑張るのが岸君だし、それが岸君の信用にもつながるなら、私だって恋人同士の演技くらい私もやります。やらせてください。あー、よし、じゃあ決まり。これって大きな風船？これはね、ウォーターバルーンって言って、カップルで中に入ってあっちのゴールまで漕いでいけばゴール。不安定な空間で押し合い触れ合い絡まり合い、素肌多めの共同作業、これは盛り上がるよ。押し触れ絡まり、いきなりそんなに密着するの？ま、とりあえずゴール目指して漕いでくれたら、あとはこっちでいろいろ見てるから。さあ、入った入った。入っちゃった。見た目よりずっと狭いよ。しかもこれってバルーンを密閉するってことだよね。つまり岸君が吐いた息を私が吐いた息を岸君が。あ、ダメダメ、冷静に冷静に、これはお仕事なんだから。岸君の信用をなくすわけにはいかないの。密閉空間なのは忘れちゃおう。透明だし外は見えてるし、密閉されてるはずないよね。よし、よし、ジッパー上がったよ。空気圧も OK、 バッチリ密閉。あ、あのー
丈夫だって。そんな死にそうな顔しなくても、特注二重チャックの完全密閉だから、水はおろか外気も一切入らない。特注二重、あ、ダメ、どうしよう。あれ、バルーン曇った。お、すごい蒸気。おい、中大丈夫？やだ、外が見えない。こんなの、こんな密室で二人きりなんて聞いてないよ。いやー、あ、走った走った、よかった。しかしすごいスピードだな。浮いてないか、あれ。想定を超える安全性が確認できたんだ。いや、いい検証ができたよ。なあ、専務。まあね。その仕事のアレンジ力、そして並外れた体力。いや、本当、君たちに頼ってよかったよ。グッジョブ。私のおかげ？そんな、私はただ焦ってジタバタしただけで。でもどうしよう、嬉しい。たとえ結果往来でも、キシ君の力になれたなんて。その調子で次も頼むよ。こんな私でもできることがあるのなら。はい。はい、ニノに切れぬものはない。ようこそ。こちらがフレンドの皆さんです。素敵な関係を築いてくださいね。ギルド管理協会です。フレンド管理はこちら。ようこそ。バトルをして力、ギルド管理協会です。クエスト手に入るんだって。もらえるものはもらっておきましょう。
綺麗な特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。ニノンが諸君の草履懐で温めておいてです。一緒に出かけましょう。うん、ということでここまでですね。諸君、手をつなぐです。これでニノンと諸君は固い絆で、まあこれで主にたくさんチームいますね、ギルドが。今回はキャラストーリーを中心にやっていきました。まあ、たくさんまだキャラクターがあるんで、これをこなせることができるってことですね。ということで次回はもう再びメインクエスト、こちらをやっていこうと思いますので、3の1からかハードはあるんだ。頑張っていこうと思います。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。概要欄、プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ぜひ、ツイッターのフォローをお願いいたします。プリンセスコネクトリダイブお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。